皆さんこんにちは、おゆきです。今回の動画は威嚇スペクターのモジュール動画になります。この動画では威嚇スペクターをスペクターと呼びます。グローバル版ではまだ未実装の内容になりますが、スペクターは限定オペレーターということもあって、先に説明しておきたい重要な内容です。モジュールアップデートを通してスペクターの性能は著しく変化するので、今後スペクターがどのように変化するのか知っておきたい方はぜひ最後までご覧ください。それでは早速見ていきましょう。大陸版のスケジュール通りに説明します。2022年5月1日にスペクターが実装され、同時にスペクターの X モジュールが実装されました。内容は身代わりの攻撃力が上昇するものです。一つ注意点なんですが、 X モジュールは実装時身代わりの攻撃力プラス 10% 上昇でしたが、6月9日にプラス 15% に上方修正されました。強化は嬉しいですが、これだけでは別で動画を作ってまでお知らせするレベルではないですよね。この動画で一番伝えたい内容は、この6月9日にモジュールアップグレードという新しい強化システムが導入されたことです。スペクターだけではなく、既存のモジュールは全て新たな強化素材を使ってステージ3まで強化できるようになりました。大陸版で実装されたモジュールのステージ1から3の内容を日本語に翻訳したスプレッドシートを公開しているので、気になる方はチェックしてみてください。説明欄にリンクがあります。モジュールアップグレードが導入されたことでスペクターの性能は著しく変化します。ファーストモジュールは X、 セカンドモジュールの Y は8月11日に実装されました。どちらもとても強力なモジュールなので、最終的にどちらのモジュールをつけたらいいか、どのような性能に変化したのか参考になれば幸いです。注意点ですが、強化前がどんな性能でどんな使い勝手だったのかを理解していないと、何が強化されて何が使いやすくなったのかわからないと思うので、まずは同時にアップした実践論動画をご覧ください。説明欄にリンクがあります。まずは X モジュールから。ステージ2で素質1更新、身代わりが周囲にいる敵の近距離攻撃ユニットの移動速度をマイナス 50%、さらに1秒ごとに攻撃力の 60% の術ダメージを与える。入れ替わるとき追加で SP を8回復する。ステージ1から3の比較は画面に出している通りです。 X モジュールのアップグレードはヘビー級で、ステータス、足止め、ダメージ、スキル回転の40強化がなされ、ステージ3での足止めはサリア S3 に相当し、術ダメージは倍になり、DPS はスカイフレアの S1 特化さんに相当します。この強化で身代わりは以前のように連携に依存せず、足止めもダメージも戦況を直接影響できるようになり、本体と入れ替わる時の 15SP も S2 を大変身させます。この強化で S2 は身代わりでいる時間と入れ替わる時のアニメーション継続時間を計算しての回転時間は44秒前後。一見まだ長く見えますが、まず身代わりでいる20秒間は比較的に使いやすくなり、祈りながら敵を撃破したり足止めで時間を稼いだりすることができます。そして身代わりが倒れにくくなって、一番プレッシャーが大きいスキル発動までの待機時間も大幅に短縮したので、2回目の S2 発動は確実に速くなり使いやすくなりました。まとめて言うと、 X モジュールステージ3の強さは、屈指とまでいかなくても一般的なステージと高難度のステージでは少なくとも一定の地位を得ることができました。とはいえ S3 が使いにくい問題は X モジュールではまだ解決されていません。次は8月11日に実装された Y モジュール。ステージ1で特性更新、致命的なダメージを受けても撤退せず、身代わりと入れ替わり戦闘を続行する。身代わりのブロック数は0、最大 HP が上昇プラス 15%、 20秒後身代わりから再び自身に入れ替わる。簡単に説明すると、 X モジュールの最大 HP 強化版です。ステージ2で素質2更新、編成中味方アビサルの最大 HP プラス 25%、 SP の自然回復速度プラス 0.3。 ステージ1から3の比較は画面に出している通りです。 Y モジュールのアップグレードは X モジュールが十分強かったのであまり期待されていませんでしたが、味方アビサル全員のスキル回転を毎秒プラス 1.5SP に上げたのは予想外で、編成するだけで発動でき、S3 の実際の回転時間は 26.6 秒になりました。
身代わりが使いにくいならとりあえず身代わりを忘れて本体メインで S3 を装備し、グレイディアの回復バフとスカジの攻撃力バフを合わせてスキルが溜まったら即発動で純粋なるアビサル編成の強さを楽しめます。このアビサル全員のスキルブーストでスペクター自身だけでなくグレイディアの妨害能力とザコ狩りも大幅に強化され、前衛スカジ S3 の初動も速くなり、今は前衛スカジ S3 を差し込み運用にグレイディアのダメージ軽減や回復も合わせてステージ攻略がとても楽しくなりました。さらっとグレイディアのダメージ軽減と話しましたが、グレイディアの X モジュールはステージ2まで強化すると味方アビサルが海の怪物から受ける物理と術ダメージを 25% 軽減が、敵から受ける物理と術ダメージが 28% 軽減になり、ステージ3では 30% 軽減になります。アビサル編成最高。まとめて言うと、アビサル編成をやりたいなら Y モジュール、一般編成なら X モジュールの強化が優先です。もちろん両方いただくのも全然ありな強化内容です。それではモジュールアップデートを通してスペクターの性能はどのように変化するのかの説明を終わります。もしこの動画が良ければ評価、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。